皆さんこんにちは。こんにちは、京都にお住まいの能楽師松野博之さんと私、ドイツに住んでいるオペラ演出家釣りアンナエツコでお送りしているノートオペラタイタンです。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。ありがとうございます。こちらの、ノートオペラタイタンは木曜日に松野さんの YouTube チャンネルからで、日曜日に私の YouTube チャンネルから、そして音声ブログの方では、私の方のチャンネルは木曜日と日曜日と両方流しておりますので、都合のいい形でね、皆さん聞いていただいたり見ていただけたらと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当、はい、真面目でね、私たち欠かさずやってますよね。もう1年半ぐらい、ね、そうです。本当にちゃんと週2回ちゃんと出してる。すごい。そう、私の方の登録者数がですね、1700人を超えましてですね、なんとか今年中に2000人行きたいなと思ってるんですけど。おお、すごい。私の方もですね、私の方はね、200人行ったんですよ。YouTube のチャンネルがね、はいはいはい、おおと思って、皆さんありがとうございます。また続けていく予定ですので、またよろしくどうぞお願いします。はい。そうそう、それで、この間も、ウィーンでケーキを買ったときと話をしたんですけど、はいはい、ウィーンで実はもう一つ、もうね、絶対これ、もうこれ、このために半分行くみたいな気持ちになってたのが、靴探しだったんですよ。うん、ほう。で、社交ダンスを前、私やってるんですけども、社交ダンスの靴がですね、まあ、ヨーロッパに住んでて、まあ、ヨーロッパの靴メインになっちゃうんですけど、なかなか足に合うのがなくてですね、もう本当に苦労するんですよ。社交ダンスの靴っていうのは、はい、なんか革靴みたいなやつですか？ですね、シューズみたいなやつ。種類が一応ね、まず社交ダンスに大きく2つの10種目あるんですけど、社交ダンスって、うん、競技会に出るのに、うん、で10種目のうちのまず5種目と5種目っていう2つのグループに分かれて、スタンダードと打点っていうふうに言うんですけど、モダンとかも言うのかな、ドイツだとスタンダードと打点って言って、スタンダードの方はワルツとかタンゴとかクイックステップとかそういうのがあって、打点の方はジャイブ、ルンバー、サンバみたいな、ちょっと南アメリカから来ています。で、このなんかクラシック系のやつの方で履く靴は、競技会出るときは、今お見せするんですけど、こういう感じの、なんかこう、なんかサテン生地というか、がついてて、で、こう全部が閉じてる感じですね。で、ラテンシューズは、今ごめんなさい、本当にないんですけど、ちょっとサンダルみたいな感じで、つま先が見える感じの音楽を履くんですよ。で、これがね、なかなか本当に手に入らなくて、で、実はですね、このサテンのこっちのこの靴に関しては、私、本当に見つけられなくて、実はこれね、今回ね、日本から特注したんですよ。特注というか、日本の靴を、私、日本の靴、今まで履いたことがなかったんで、もう、こうオンラインで買うのもドキドキしながらですね、靴は私、絶対にオンラインで買わないんですけど、初めてオンラインで靴を購入しまして、ちょっとだけ大きめなんですけど、ちょっと あったんで、まあいいかなと思って、今使って、これはね、本当につい2、3週間前についたばっかりで、使い始めたところで、これは日本なんですよ。で、でもこれはですね、本当にウィンドウを見つけられなくて、それでもう苦肉の策で、買ったんです。そもそもの話、ウィンとドイツで言うならば、ウィンの方でなぜ靴を買うんですか？はい、ですね、ウィーンは社交ダンス天国なんですわ。ね、ウィーンって冬に武道会があるんですけど、いまだに本当に武道会やるんですよ。で、武道会シーズンって1月、2月、3月ぐらいなんですけど、そのシーズンに。あれですよね、僕がワルツ踊ったやつ。そうです、そうです、そうです、そうです。あれですよね。はいはいはい、はい。そうです。で、その武道会があるシーズンになると、大体ですね、学校とか大学とか、あとは仕事場で、例えばなんかね、消防士さんの、協会で、消防協会で、
やりましょう武道会とかですね、まあ、昨日もこの間お話ししたそのケーキ屋さん、あの宮内庁御用達のケーキ屋さんのチームで運営する武道会とかですね、あとはもちろん有名なところでいうとオペラ座の武道会とかですね、ウィンフィルの武道会とかですね、こう武道会がもう200くらいあるんですよ、その数ヶ月の間に。でも、もう武道会カレンダーがあって、まあ、別にそのじゃあお菓子屋さんの武道会だからお菓子屋さんしか行っちゃいけないのかってそういうことはなくて、別に好きな人が行けるんですけど、でとにかく武道会が多いので、皆さんね、だいたい1シーズンに普通の人でも、別になんかダンスが好きとかじゃなくても1回とか2回とか、もう好きになると3回4回武道会に参加するわけですよ。うん、でやっぱりこういう靴を買うので、競技選手になるっていう手前の人たちがもう山ほどいるわけですよ。で、ね、だからまあ結構そのダンスシューズっていうのを売ってるお店が多い。あ、なるほどなるほど。うん、でまあ、だからまあそうするとその競技ダンサー予備軍が多いので、その競技の、のための練習まで行きたいなみたいな人たちも結構多くて、ウィンは靴屋さんが多い。はい、ミュンヘンだとですね、ダンスシューズ、この社交ダンスのシューズっていうお店が2つしかなくて、で両方ともですね、靴の種類がここの会社の靴を出してますみたいな、例えばナイキの靴ですとか、こう靴のね、あのメーカーさんが1個とか2個とかしか入ってないことが多くて、でそうすると足の形が靴に合わないともうアウトなんですよ。なんかデザインがあでこうでっていう以前に足の形が合わないともう踊れないので、それで私はちょっとミュンヘンでは合う靴を見つけられなくてすごい苦労して、でそれで日本人とヨーロッパ人と足の形が圧倒的に違いますもんね。違うんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ、ね、で本当にですね、私の足は結構幅が広いんですね。相当広いんです。でこの足幅の広い靴がなかなかないんですよね。で、ダンス、社交ダンスってイギリスがやっぱりメッカというか本場なんですけど、なんでブリティッシュの靴屋さん多いんですね。イギリスで作ってる靴多いんですけど、もうね、イギリスの靴ってすごいここがシューって狭いんですよ、ここが。でなんかこんな感じなんですよ。でも、うん、私の足は下駄みたいな感じで、でもうねこんな細いとか入らんわっていう感じなことが結構多くて、それでそれでね、こうすっごい困ってですね、あとこの靴の他にですね、あとは練習用の靴っていうのがあって、トレーナーズシューズって言うんですけど、それをね、がもうね、2年前にウィーンで買って履き潰した靴がこれ。裏がね、革になってるんですよ。で滑るんですよ。でももうこの革がもうへたっちゃって、ちょっともう、まあ、外側はそんなに汚くないんですけど、ここがもうダメだとね、まあ、ダンスができないんで、もうこれが下手っちゃう、もう多分この靴はですね、私の外に履く普通の靴よりも時間的には長く履いてるんじゃないかなと。はいはいはい、履いてるので、ちょっとこれをね、新しいのをね探すべくウィーンでもう探して、お店8軒ぐらい行って、ウィーンのダンスシューズ屋さんで、ようやく最後に見つけたイタリア製の、これはね、スペイン系の靴、スペインの靴屋さん。で、今度はね、イタリアの靴屋さん。PB っていう靴屋さんで、こう練習シューズを見つけまして。で、はい、今度は白。大体トレーナーズシューズって黒いんですけど、たまたま白くて、もうね、デザインをね、どうのこうの言ってる場合じゃないですよ。足がここが入るか入らないかみたいな、でもこう入ったよかったみたいな感じで買ってきたんですけど、でこれはやっぱり革になっていて、あ、革なんですね。はい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 、はい、これがね、滑る、いい感じでこう滑るというか滑らないというか、ストップがかかる、はいはい、ちなみにそれでおいくらぐらいするものなんですか。はい、いや、ダンスシューズ高いんですよね。うん、これはちょっとでもね、びっくりする。この会社が高いのかな、 PB ダンスショップが高い、 PB っていうダンス屋さんが高いのかもしれない。ちょっと私こうびっくりしたんですけど、145ユーロだから日本円で言うと1万6、7、8千ぐらい、
これはね、1万2000円ぐらいだった。まあでも2年前に買ってるからね、どうかな。でもそれはもう十分に元取ってるって感じですよね。そうですね、そうですね。じゃあ、そしたらその、レッスン用というか、本番用になってくると、やっぱりもうちょっと高くなってくるわけですね。本番用はこの靴なんですけど、本番はこれなんですけど、これは、今ごめんなさい、これね、あの日本製のソールを入れて、インソールを入れていて、あのちょっと面白いんですけど、うん、形を切って、あの人間の足って3点支持なんですけど、このかかとと親指、あの 親指の付け根と小指の付け根の3本のあたりに、まあ、これを足だとすると、にあの重心が加わるといいっていうんですけど、それをね、なんか矯正する、ちょっと今ソールを入れてて汚くて、あのこれね、すごいいいので、これもね、あのおすすめなんです。これは日本のね、山形の会社で作っているソール。あの自分で自分の形に。それは日本人の足に合う感じですか？これは、はい、あの日本からあの送っていただいて、これはですね、幅のサイズを6種類ある会社で、6種類自分で選べて、うん、であの一番幅広いのを買ったんですけど、ちょっと実は幅広すぎるんで、このインソールを入れないとちょっとぷかぷかしちゃうんですけど、あのでも次買うときは1つ落とすとか、そういう感じですかね。ん？次買うときは1つ。そうですね、本当はね、お店で試せるといいんですけどね。ちょっと日本はね、ちょっと遠くて、ね、あれですよね。でもやっぱ本当、でも靴はですね、自分の体に合うものじゃないとやっぱりダメですね。あのこの間ですね、あのウィーンの博物館で、そのシシっていうマリアントワネットみたいな感じでね、あの人気のあった美しい、あのオーストリアの女王というか、プリンセスの、あの模型を見てたんですけど、彼女のウエストってすごい細いんですね。もう30センチぐらいしかないんですよ、前から見ると。で、30センチもないかもね、20センチぐらいかな。すっごい細いんですよね。で、横から見ると、でも結構幅があってですね。で、私なんか、こう横から見ると寸胴なんですけど、前から見ると寸胴なんですけど、横から見ると結構ペターっておせんべいみたいに平たいんです。ここのウエストの部分。で、その、縦に長いウエストとはですね、こう頭のところもこう鼻がこの辺からですね、まあこう日本人だとここが絶壁なんですけど、ここがこう出てるんですよね、鼻がね、ここ模型、骨格がね。で、胸の胸郭も、あのこの間私もこれも一度なんかあの動画で説明したと思うんですけど、私肋骨の今あの骸骨の模型が家にあるんで、ここやっぱりここの胸骨が前に飛び出てるわけですよ。で、やっぱその縦に長いですよね、外人の体って。で、日本人の例えば浮世絵とか、そう、全部2ディメンションじゃないですか。あのこう平面じゃないですか、私たちの感覚って。歌舞伎とかも舞台装置とかも結構平たくないですか。あのこっちのオペラの舞台ってもう昔からもうなんか1700年代とかこう出来上がった頃から3ディメンションどこまで深さを出すかっていうそういう風なテクニックでセット作られてるんですね、舞台も。この間それこそバロックの古代舞台の残っているところに行ってちょっとそれを見てきたんですけど、やっぱりですね、もう舞台セットがまだない状態の舞台の上の、ところに、まあ、こう入るためのこうなんかあのなんだろうな柱立ってるんですけど、その柱も本当にこう5センチ10センチぐらいずつ中に入ってて、ただその本当にただ舞台の外枠だけ見ててもそのこうパスペクティーブがあの遠近法がかかるようになってるんですよね。要するにヨーロッパって多分3ディメンションな感覚なのはこの体が3ディメンションだからじゃないかなってちょっとふっと思ったんですけど、ね、だからこう縦長なんですよ体が。私ってなんかこう自分で立つとなんかこう平たいイメージがありません。着物も平たいし、あのこうこうなんかこうねえ墓場とかも全部平たいじゃないですかこっち側に。で、なんか自分の体が平たいイメージがあって、自分の体がこう縦に長い
っていうイメージは全然ないんですけど、うんうんうん、足も足がでしょ平たくて横に幅が広いのは、その横に長いからそれを支えるだけにやっぱり足もこう横幅が広くならないとこう立てないんじゃないかなと思って、ヨーロッパ人っていうのは縦長だからあんまり横に広く足は必要ないけど、うん、縦に長くないと支えられないですよね。うん、それで足こう外人の足っていうのは縦に長くてあんまり横幅がないのかなとちょっと思ったんですけど、こういうこう、まあ、要するに外こう靴ってどれもこう細く、ま、前がこうツってなってるじゃないですかね。うん、でこう日本人の足って台形じゃないですか。台形です。そうそうそう、あの下駄とかもう真四角な下駄とかあるけどそれにぴったりこう乗るようなイメージじゃないですか。なんかもう足先がこうシュッて尖ってるっていう、うん、もうここも感覚ないですよね。ないです。僕の足なんてこうなってるもんでしょ。なんかこうあの平みたいですよね。なんでそれなのにこんなどの靴もさ、ヨーロッパの靴って全部尖ってるじゃないですか。でここの意味がないみたいな。そう、ない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 、うん、僕ないですよね。ないですよね。ない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 。そうがもうね、本当にこうヨーロッパ人と日本人の骨格はここまで違うかというふうに思ったりします。いや、言われてみればそうね。確かに僕の足こ完全にこの形よ。うん、私も足もそうです。自分の足見ながらなんでこんな靴が足に入るんだろうって思います。下駄とぴったり。うん。ですよね。確かにと思う。そんなことを思いながらですね、靴をまあ探す日々で。じゃあその靴をウィーンでゲットしてきはったわけですな。はい、これですね。はい、あのちょっとこれから練習を。あのちょっと最後に一つ質問していいですか。はい、あのさっきのこの武道会とかっていう話をしてた時にふっと思ったんですけど、はい、あの縁のない人間からするといまだにあの仮面武道会みたいなのは行われているんですか。ね、仮面をつける武道会もあるはずです。それは本当に仮面をつけましょうっていう武道会はあるはず。で、ね、うん、仮面をつけない武道会の方が圧倒的に多いです。うん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 。社交会だから。なんか僕からするとその仮面武道会ですごくあのなんていうのかな、サスペンス系の映画とかによく出てくるやつなんで、あの何かが起こるんですけど、何かが起こらない仮面武道会もあるんです。もちろんもちろん。ろんなんかこういう感じの。なんかこんなここに棒があってこんな仮面をつけてたりとかするあれはだからあんまりこうなんかこうお忍びで人に会いたいとかいう時ですよね。うん、じゃあ一遍ちょっと仮面武道会に潜入してきてください。仮面武道会ね、仮面武道会はでも多分本当にねそんなにやられないんじゃないかな。でもとりあえずあることはあるんですね。そのなんかあの何て言いますか、こうあの入るときになんかこんなやつがこうこの形と合わへんかったら入れへんとか、なんかそういう話、非常にアングラな世界ではないんですね。あ、それは知らないです。それは知らないです。ただその衣装としてマスクをしてもいいですよ、マスクっていうのはその仮面をしてもいいですよっていう、うんうん、はいはい、いう感じで、その入る時にもうなんかこう暗唱をしてとか、そこはちょっとわからないです。もしかしたらなんかそういう風にしてるところもあるのかもしれないけど、そういうところは多分あの一般人が 入れないように多分一般には宣伝を逆にしないんじゃないかなと思うんですけど、いや、あの知らん人間からするとちょっとあのドキドキするあの要素です。あ、仮面武道会ね。仮面武道会、何かが起こるってやつです。あ、なるほどね。リオのカーニバルがありますよね。で、あの時に結構こう仮面ってかぶるんですけど、まあ、バカ騒ぎをまあするから、まあ、そのなんかこう自分の普段の位置地位とかを忘れてまあ遊びたいみたいな時に多分仮面をかぶると思うんですけど、実はですね、そのカーニバルの時期と武道会の時期ってかぶってるんですよ。うん、あの武道会は、まあ、ウィーン式の要するにカーニバルと思えばいいかなと思うんですけど、うん、でカーニバルが終わると、
今度は喪に服すんですね。キリスト教徒っていうのは復活するまでのイースターの間喪に服すんですよ。でその前のバカ騒ぎなんですよね。でそのバカ騒ぎの時期にあの武道館もやるんですよね。だからちょっとそのイタリアとかもカーニバルがあるし、そのリオとかそういう 南米の方もカーニバルがあるので、そっち系の方の人たちが集まる武道会だったらもしかしたらマスク付きっていうのがあるかもしれないんですけ ど、ウィーン式の武道会になるともうちょっとこう、人と会って社交場なので、あんまりねそのマスクをつける意味が逆になくなるというかな。マスクつけることでこうなんかこう普通の女の人にこう寄っていけないけどちょっと声をかけたりとかしやすくなったりと なんかそういうような要素があるのかなっていうふうに思います。なるほどね、ウィーン会議ってやりますよね、会議を会議を踊るっていうやつ。ウィーン会議でウィーンに、世界中の人が集まって会議を本当はするべきなんだけど会議は全然進まないけどみんながこう踊ってたっていうのが歴史がありますよね。ご存知ですかね。でそういうふうにそのウィーンではその武道会をこう、社交場として人とのコミュニケーションをうまく使って、それはさ政治の中でもそういうふうに使ってたわけでしょ。日本だったら例えば茶道でちょっとこう難しいところをそれを一緒にお茶を飲んでみたいなのをウィーンの場合は一緒にじゃダンスでもしましょうかっていうふうにしてこうちょっと政治とかもこうなんとかこう保ってきたとかそういうふうにして使う。結構やってることは西洋も東洋も同じような感じのことやってる。そうですね。なるほど、はい、じゃあ今回はいいお買い物されたということでございます。はい、ありがとうございます。はい、ではまた次回お願いします。失礼します。